メルチョルカノ PARECERDELM.FR、e e e、メルチョルカノダドアルセニオールエンプラダワカルロス V メルチョルカノはルネサンス期スペインの神学者哲学者ドミニコ会史で16世紀サラマン科学派におけるビトリアの後継者として知られるタランコンに生まれるサラマン科大学で勉学中の1523年ドミニコ会に入会し フランシスコ・デ・ビトリアの下で学んだ。その後バリアドリッドのドミニコ海学院で哲学、神学を教えた。1542年にはアルカラ大学の神学教授になり、1546年、ビトリアが死去するとサラマンカ大学で死が担当していた神学講座を引き継いだ。1550年にはインディアス先住民問題に関して、 ラスカサスとセプルベナが争ったバリアドリット論争に審議会委員として参加、ラスカサスを支持した。翌1551年から1552年までスペイン国王でもあった皇帝カール5世の要請により皇帝任命の進学顧問としてトリエント公会議に参加した。1554年にはバリアドリットのドミニコ海学院の委員長に就任し、ここで 国王フェリッペ2世の政策を支持し、教皇パウルス4世と対立したため、教皇庁の貧宿を買い、また設立されたばかりのイエズス会を非難した。これらのことがあってカノア1557年以来、再度官区庁に選出されたにもかかわらず、パウルス4世の承認を得ることができず、ピュース4世によって1560年にようやく承認を受けたが、同年のうちにトレドで死去した。 アール・アグリコラの人文主義的弁償法に影響を受け、主張、進学的商戦で進学の方法論を確立した。著名な弟子として、同じサラマン科学派のドミンゴ・バニエスがいる。オペラ1746。ありがとうございます。